聞こえる？聞こえる？ポニョさん。テーラーさん、赤野ちゃん、ヨッシーこんばんは、ダリアさんこんばんは、ショウちゃん、ゲッチュさん、カズローこんばんは、CT こんばんは、マサトさんこんばんは、トモニャンこんばんは、ハンターさん、タジオユキくんこんばんは、モモゾメさん、クマさん、リースケさん、コロコロこんばんは。今日はちょっとラジオで少しだけですが、もう撮影で顔もボロボロなのでラジオにしたいと思います。すみません。はい、今日はですね、撮影2本してきました。しんさんこんばんは。そう、あの火曜日から昨日までちょっと群馬で映像の作品の撮影してたんですけど、昨日帰ってきまして、今日は違う撮影2つ行ってきました。夜ね、キュインズのリハーサルがあったんですけど、外撮影が押してしまってちょっと行けなかったんですけど、明日はソフマップさんで夜リリーベがありますので、お時間ある方はぜひ来てください。はい、群馬の山奥で撮影しておりました。めっちゃ寒かった本当に寒くてちょっととある作品で、あの結構薄着な衣装だったので本当に寒かったです。ほうきちこんばんは。そう、しげちこんばんは。そう、風邪ひかないように頑張りました。でも多分風邪ひいてないです。お、群馬に住んでます、すごい。ポニョさん、くまさん、明日振りを、あ、私は動画で覚えます、振り付け。群馬ね、すっごい寒かった。結構群馬といっても、結構山の方で撮影してたので、水着ではないです。水着、グラビアの仕事ではないので。そう、ベンチコートの中にカイロをいっぱい貼ってやりました。温泉行きました。赤城おろしっていうものかな、これ。そう、大変だった本当にはい、今日はあの、その今日2つ撮影あったんですけど、そのうちの1つはキューティーハニーのあの何ビジュアル撮影だったので、ぜひビジュアルお楽しみにしててください。そう、まだね発表にはなってないんですけど、あの群馬の撮影は。そうだよね、ユキジ群馬行ってたよね。そう、寒かったー。桃染さん、舞台来てくださいぜひ。そう、キューティーハニーのね、そうビジュアル、私は明日公開になると思います。公開というか、明日ちょっと衣装がわかると思います。あ、そうな、動画上げてたんだ。ピルクルさんこんばんは。はい、結構すごいかっこいい衣装でした、キューティーハニーの。はい、
そんな一日でした、今日は。ハニーのチケットもまだ発売中なので、ぜひ、行きたいなって思ってくれてる方は、チケット、お願いします。アサルトリリーも、チケットまだ発売中で、今日はアサルトリリーのルドジョの舞台が今日から始まってますので。そう、私の LINE アットで動画も、群馬の撮影の方は動画も上げました。といっても、ベンチコートのやつですけど。そう、サイバーちゃん、サイバーハニーちゃん。今日ね、演出の一大さんに会って、その話をしたら、それはただのギャグだからねって言ってましたね。はい。ゆうせいさんこんばんは。忍者さんこんばんは。たくちゃんこんばんは。そう、一大さんね、サイバはスイーツハニーが似合ってるよって言ってました。オフショット嬉しいですよ、よかった。明日は新曲一つ披露ですの、まだ全部じゃないんですけど、ね、確かに一大さんそういうギャグ好きそう。でも役柄的にサイバーハニーはペロリンにすごく合ってる役なので、ぜひ年明けの舞台2本ありますが、続けてありますが来てください。お待ちしております。中野ちゃん明日ライブね、途中からでも全然ありがとうございます。ポンちゃんね、風邪に気をつけます。マスター M さんこんばんは。ね、遅くにごめんなさい、配信してお休みです。クロちゃんありがとう、楽しみにしててください。12月に入ったらアサルトリリー稽古入りますので、シンさんキューティーハニーは見にね来てほしい、絶対来てほしい。ゆきじ月曜日もライブ行けるなと、お嬉しい、ありがとうございます。そう、12月の最初結構ライブ立て続けに入っていますので、タジオ全通ではないけど舞台全部行きます。全通ではないけど全部ってどういうことなんだろう。ありがとう。忍者さん来てください。ぜひお待ちしております。スイーツハニーね、どんなビジュアルなんでしょうか。お楽しみにしててください。とってもいい感じだと思います。シンさん、そう、遠征ね、そうそう、なくなっちゃったの。ラジオ、そう、あ、全種類ってことね。ありがとうございます。忍者さん、そうね、チェキもね、クロちゃん、キューティーハニーで、アユゴンさん、
と仲良くなってほしいです。わかりました。みんなと仲良くなりたいな。細道さん、ありがとうございます。移動気をつけてください。私は全部受け負ってた。さすがに全部通ポサ出そうだったから。そうね。ごゆうさん、こんばんは。ありがとうございます。チェキ取りに来てください。ネルソンさん、キューティーハニー、ぜひ見に来てください。ありがとうございます。そう、キューティーハニーは池袋のサンシャイン劇場なので、すごく大きい劇場ですし、見やすいと思うし、歌ありダンスありで楽しいと思います。みずきの LINE で自動返信、相手にずっとトークしてなんだ、トークしてた僕キモくないですか。でもわかる、自動返信楽しくない。なんか私結構なんかやっちゃうんだけど、自動返信煽ったりしちゃうんだけど。23日に行けるか仕事次第やな。ぜひ来てほしい。最後のキュイーンズ最後のライブなので、こうなんか12月23日のワンマンライブで私キュイーンズを卒業するんですけど、それまで結構スケジュールがたくさん入っていて、あまりこうなんだろう、寂しい気持ちに浸ったりとかそういう時間がまだないんですけど、すごいなんか終わってしまったら終わってしまったってことで寂しくなってしまうんだろうなって今思ってます。くまさん、自動返信面白いよね。なんかわかる。ゆうきくん、自動返信相変わらず会話成立しない。まあなかなか成立しないよね、自動返信は。ランダムだし。こいちくん、こんばんは。私は後で見返して自分でこいつ気持ってない。まあでもわかるよ、私もよくやるからな。なんか別にそのなんだろう、お店のアカウントとかあるじゃないですか、 LINE アットの。そういうのにめっちゃなんかすごいスタンプとか送っちゃう。くまさん、私もあのみんなが送ってくれたやつ見れる設定にもできます。普段は見れない設定になってるんですけど、たまにみんなの反応が見たいなっていう時は見れる設定にしてもらってます。ゆきじね、すごくこの1週間は結構いっぱい動いてたんですけど、みんなも寒いので風邪ひかないようにしてください。みちりん、こんばんは。カズロー、自動返信で会話成り立つと一人で盛り上がる。え、わかる。え、もう今会話成り立ったってなるよね。わかる。ゆっくん、そのスケジュール全然程よくないじゃん。そうだね、今の私のスケジュールあんまり程よくないかもしれないですけど、気持ちは程よくでやっております。見ようかな。みんなの返信。携帯の調子が悪くすぐ電源落ちる。うん、替え時かもしれないそれ。中野ちゃん、そう、一日一日大事にしてます。うん、見れると思う、コメント。みんなの、しんさん、自動返信にツッコミ入れて遊んでます。なんかいい暇つぶしになると思います、あれ。はい、15分経ちまして、みんな夜遅くありがとうございました。なんだかすごく疲れた感じの声かもしれないんですけど、あんまり疲れてないです。とても元気です。明日のリリーベでみんなに会えるの楽しみにしてます。夜なのでなんか現場回すこともできると思うしね。そう、撮影、この1週間撮影三昧だったんですけど、
みんなに会えるのを楽しみに撮影頑張ってました。ということで、そろそろ配信終わりたいと思います。本当に短くて申し訳ないんですが、夜遅いのでみんなゆっくり休んでください。そして明日会いに来てくれたら嬉しいです。ということで、みんなありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。